はい、ミスターミラレスです。いつもご視聴していただき本当にありがとうございます。それで今回ですね、ちょっと前回話が長くなったんでね、その2でテーマは一緒です。前回ちょっと話だけしたんですが、 OM はマイクロフォーサーズ菜の花に来る小鳥の常備滝を狙って840ミリで撮る、その2。まあ、今回はね、ちょっと写真はから17、8枚出しますんでね、17枚だったかな、18枚だったか、ちょっとまあそれぐらいで今から出しますんで、で、この菜の花に来るのがミソです。他のところに来るのはもうどうでもいい、もうね、私の写真の話よ、これ私の写真の話でね、なんか枯れた葉っぱだったかな、なんかあんな分とか枯れた枝みたいなとか、あと人工物のなんかパイプみたいなとことか、木のね看板みたいなとことか、まあなんかそういうのがほとんどです。そういうのほとんどでもヘトヘトですよ。粘りに粘ってね、私も一円にもならんのだから、趣味だけね、まあそれいいんですけど、プロのカメラマンさんもちょっと一緒にねやっとったら分かる思うんですけど、ヘトヘトですよ。もうプロカメラマンさんには勝てんと思うけど、勝てんとは思うんだけど、結構ねイコールになるぐらい頑張りましたよ私も。でね、やっぱりね OM1 の高速連射50枚、秒50枚、これは役立ちましたよ。一瞬なんよね、まあタイミング運じゃと思うんだよね、これも。だからたまたま運が良かったらもう菜の花にねずっと来てくれるとは思うんだけど、たまたま私行った時ね、紺のね、もう紺からねちょっと離れるじゃないですか、花から。離れたらやっぱり写りが少し悪くなるからね、まあせいぜい10メーター以内ぐらい、前後8メーターから14、5メーターの間ぐらいのところでこう行き来する感じで、ちょっとおらんとちょっとね近づくと来てくれんし、メジロはねまだね警戒心何か来やすいんだけど、常備滝はちょっと来てくれん、ね、意外と。まあ人慣れはしとるような雰囲気もあったけ、全然来てくれんわけじゃないんだけど、ちょっとね、やっぱり離れとかんといけんで、来たらちょっと近づいて、なんとなく近づいて取らんといけんのんだけど、その時にね、油断してたら逃げるんよ、あっという間に。近づいたらやっぱり逃げるんです。逃げるけね、逃げる前になるべく、この840ミリ、換算840ミリね、この MC14 つけてね、MC14。で、300mmF4.0 IS プロね、これつけて、これね手の長さこれぐらい、これつけてで撮りました。でね、前回もお話ししたんだけど、 OM1 バージョン 1.4 300mmF4.0 IS プロバージョン 1.6、 今から3、4ヶ月前にバージョン 1.4 は2ヶ月前。バージョン 1.6 は3ヶ月前。ぐらいにしとるんですけども、バージョン。OM デジタルソリューションさんがね。ただ YouTube 上ではね、ほとんど誰も触れてないし、話、動画にも上がってないというかね。だから私通りましたよ。撮ってますよ。一応それを証明しとこうと思ってね。とりあえず、菜の花に来たのを、4枚出します。で、そのうちの2枚はね、嘘もないんだけど、残り2枚はね、ベスト撮りましたよ。やりましたよ、私も。疲れた、これ。来るのを待って、そのタイミング、そこに止まるのを、やっぱりね、チャンス狙わんといけんけ、シャッターチャンス。
でね、三脚で構えとるわけじゃないけね、手持ちでね、一瞬で取らんといけんけね。さすが OM は、やりましたよ、狙い撃ち、これで。あの 300mmF4IS Pro バージョン 1.6、私の得意とするとこですよ。で、OM1 バージョン 1.4。ちょっとね、私やりましたからね。ちょっとね、やっぱりね、誰がやるんかいって私しかおらんけやってきましたよ。あの、菜の花に、丈夫いたき。まあね、なんとかね、やっぱりね、フルサイズのキャノンさんとニコンさんとソニーさんのね、やっぱ追いついていかにゃいけんけね。バージョン 1.4、バージョン 1.6 で全然騒いでないんでね。ちょっとやっぱりね、誰がやるんかいうのでやりましたよ。去年ね、なんかカメラで、だから今2023年で、2022年、カメラでなんか、賞を取ったもんじゃけどね、OM1 がね、一番、なんかカメラの、なんか賞をね。今一歩騒いでないよね、あれからね。だから、私一人騒いでますよ。まあ、なんとか撮りましたんで。まあ、映りいい悪いはね、人それぞれ、悪い言う人もおるじゃろうし。ただ私はまあ、これだけ映りゃ、マイクロフォーサーでこれだけ映りゃね、満足かな、思ってね。まあ、もうちょっと、あれは欲しいんだけどね、解像度が。もうちょっと解像度欲しいけど、まあ、これだけ撮りゃいいかな、思って。YouTube でね、今出すんでね、映りが今一歩ね、良くないかもしれんのよね。動画で、今 YouTube で出す分はね。で、機会があったら Twitter 出しとこう思うんだけど、指でね、こう広げたらね、いかに映りがいいかいうのが、わかると思いますよ。まあ、ちょっと機会があれば出しとこう思うんだけど、まあ、Twitter も見てください。まあ、そういうことで、ちょっと OM は、なんとか、頑張っていこうと思います。今から説明で出します。じゃあ、見てください。失礼いたします。それでですね、常備滝のオスなんですけども、これの撮影はね、結構ある程度枚数は撮影しとるんだけど、どうしてもね、枚数撮影してもね、結局ベストポジション、シャッターチャンス、のはね、やっぱ限られるんですよね。どうしてもその、顔が向こう向いとるとか、目が向こう向いてこっち向いてないとかね。もしくは急に向いて慌ててこっちもシャッター切ったりして、今一歩良くなかったとか、いうこととかありますんでね。とりあえず17枚ほど、出します、今から。まあ実際はまだ一本あるんですよ。あるんだけども全部出しとったら時間の問題もありますんでね。とりあえず17枚出します。でも思ったほどは数が取れてないんですよね。どうしても、さっき言うベストポジションがないんでね、シャッターチャンスの。で、1枚目がですね、これです。で、1枚目これがね、YouTube で見たらね、映り悪いかもしれんのんだけど、現物はまあまあいいんですけどね。マイクロフォーサーズでこれで映れば、実際ね、自分のパソコンで 4K のディスプレイで見る限りじゃ問題ないんだけど、YouTube とか出すとどうしてもね、劣化しますよね。これがだいたい10メーター、ちょっともう、1ヶ月ぐらい前の話なんでね、ちょっと距離がはっきりわからんのですけど、まあ10メーター前後ぐらいだったんかな。で、次これ2枚目です。2枚目がですね、これもちょっとね、10メーター前後か以上か以下か、ちょっとまあそれぐらいだったと思うんですけど、でね、今回全部ね、300mmF4IS Pro に MC14 つけてます。で、3枚目。これもね、2枚と3枚目は、まあ、結局、場所は一緒なんだけど、体の向きが違う。目のね、位置とかね、そういうので変わってきますんでね。4枚目がね、ね、同じ場所は一緒なんだけど顔とかの向きが変わると。で5枚目、これも場所は一緒なんだけど
顔の向きが変わると。6枚目、6枚目ちょっと場所変わって、これもね、10メーター前後か、ちょっとはっきり覚えてないんだけど、もうちょっと離れとったんか、まあ一応300ミリに MC14 つけてますんでね。で、7枚目。これも同じ位置ですが、体のね、向きが違うと。で、8枚目はね、やっぱ同じ位置で体の向きが違うと。9枚目。これもね、多分ね、YouTube 上で見る限りじゃ目がね、はっきり見えてないと思うんですけど、パソコンの画面だったら、まあまあ目は見えてます、綺麗に。ちょっとどうしても向こう向きなんでね、目が今一方、携帯電話とか、ね、iPhone とか、ああいうので見たら、スマートフォンで見たらちょっと見えにくいかもしれんけど、パソコンで、大画面で見たらよく見えます。まあ YouTube 上だったらちょっと画質が落ちるかもしれんのんですけどね。一応はちゃんと映ってます。で、10枚目。同じ場所ですね。で、11枚目。これちょっとやっぱ離れておるよね。結構10メーターよりは向こうでは思うんですけどね、これ。MC14 もつけてますんでね。300ミリに。で、この11枚目は、パソコン上で画面を、画面を大きくしたら結構、綺麗に映ってます。YouTube 上ではちょっとどうかわかりませんが。で、私時々ね、Twitter に出してますんでね、Twitter の方見てもらえれば、写真を、私の写真見てもらえれば、時々出してますんで、こういうのをね、全部出しとるわけじゃないけど、ちらほら時々出してますんで。で、12枚目。これはちょっともうちょっと近かったのかな。で、13枚目です。で、14枚目。こっからね、あれです。今回の主題のね、菜の花。菜の花がだんだん映ってきたと。ただ菜の花に止まってないね。これ人工物の、金網というか、まあ、人間が作ったね、鉄の、どうかの金網みたいな、柵に止まってます。ただ、まあ、右にボケた菜の花がありますんで、まあ、そろそろ出てきます。で、15枚目。これ菜の花のね、中に潜り込んでいったんですよね。そのチャンスを取りました。これもね、パソコンで画面拡大してみたら結構綺麗に映ってます。マイクロフォーサーでこれだけ映ればいいんじゃないかと私は思ってます。パソコンで画面をね、拡大すれば結構綺麗に映ってます。YouTube 出しとると思うんで、YouTube じゃないか、Twitter に出しとると思うんですけどね。で、これ、もう菜の花に、やっと止まってくれましたよ。ベストポジションの場所に。狙っとった場所に。でもね、これ一瞬の出来事なんよね。止まって、これね、高速電車で私撮ってますんでね、枚数はいっぱいあるんだけど、だから簡単にいっぱい撮れたんじゃないかなと、現物を見ればね、枚数が多いから、思うんだけど、一瞬の出来事を高速電車で撮っとるんで、枚数が多いだけで、このベストポジションはこの2枚だけでしょ。これとね、この16枚目と、次の17枚目。この二つがまあいいかなーいう感じよね。で、あとも取れとんですよ。いっぱい。取れとんじゃけど、目がね、
向こう向いて頭の後ろとかね、こっち両目向いとっても目がうまいこと映ってないとかね、下向いとるとかね、ちょっと映りがね、今一歩いうのもあるんですよね。だからどうしてもね、皆さんそれはできればね、高速連射じゃなくて単射でね、一枚をじっくり撮るのも私嫌いじゃないんで、じっくり EVF で覗き込んで、オリンパスのね、300mmF4IS Pro、それでピントをじっくり、EVF が、OM1 は EVF が、結構いいですからね、500何万度とかちょっと忘れたけど、EVF でじっくり見て、単車で撮ればいいんじゃけど、この、常備滝さんがね、ずっとこの人間じゃったらいいんですよ。ちょっとそこに折ってくれと。ずっとそうやって、菜の花を畑に立っとってくれてお願いして撮る分だったら、じっくり単車で撮ってもええと思うんじゃけど、日本語が通じるわけじゃないじゃないですか、常備滝に。ちょっと折ってくれって言ったって、もういきなりおらんなったりね。もう一瞬の出来事なんだ。ということは、OM1 の秒50コマいうのは CAF で秒50コマ、もしくは SAF の秒120コマ。まあね、さすがに CAF の秒120コマはまあね、できればちょっと顔が動いたりするんで、CAF の方がいいですから、まあ CAF の秒50コマ。それで仕留めるいう感じで、行くんが一番確率は上がります。今まで僕がやる限りは。単車だったらちょっと、どうかなと。昔のね、高速連射じゃなくて、秒18枚ぐらい？秒18枚か秒20枚ぐらいだったらね、一瞬の出来事でね、ちょっとね、逃げられたりする場合もあるんでね、やっぱり秒50コマは強いですよ。で、この17枚目を今出しとんですけど、これか、まあ16枚目、もう一回16枚目に今戻りましたけど、この16枚目かね、もしくはこのもう一回出します。17枚目。これね、パソコンで見ればね、結構綺麗なんですよね。iPhone とか、まあ、YouTube で見る限りじゃちょっと画質落ちると思うんですけどね。まあ、そうそうですけど。やっぱり、パソコンでね、動画を現像して、それをすぐ見るとね、結構これ拡大しても綺麗です。まあね、フルサイズの高画素機に比べたら、やっぱり負けるとは思うんだけど、まあただね、私もフルサイズの高画素機使ったわけじゃないけど分からんけど、ピントがねうまいこと合わんよう話も聞きますんで、ね、まあ上手い人はねちゃんと合わせれるんじゃろうけど、まあ、やっぱりこうフルサイズの高画素機の方がいいんかもしれんけど、ただマイクロフォーサーズでもこれね、自分のパソコンで見る限りじゃ綺麗に映ってます。まあ、私はそう思うんだけど、まあ、フルサイズさんをね、使っとる人から見たら、どうかないのはあるかもしれんけどね。ただね、これね、菜の花に止まって、この、今17枚目出してますけど、この菜の花に止まって、このベストポジションなんでね、これが。これを撮りたかったんです、私は。粘りましたよ。粘りがちです。ということで今日はご視聴本当にありがとうございます。失礼いたします。